徳島分離大学は、徳島県徳島市山城町アザ、西浜部を示せ180番地に本部を置く日本の私立大学である、1966年に設置された、大学の略称は、徳島分離大、分離大、徳分大など、ただし、四国地方内では単に分離と略称することが多い、メディアセンター大学全体1895年に設立された、 私立裁縫専修学校を母体とする大学。見学の精神徳島分離大学の母体となった私立裁縫専修学校を設立した紫祭は女性の自立を唱え自立共同を同学校を設立する際に見学の精神とした教育及び研究1968年に四国地方唯一の音楽学部を設置した徳島分離大学にある際の銅像徳島分離。 大学科学部、編集短期大学部、編集徳島文理大学短期大学部、参照大学院、編集特に記載がない場合は、博士前期、後期家庭専攻科編集いずれの専攻科専攻も徳島文理大学の専攻科である、付属機関、編集、紫凡人記念図書館、阿波踊り徳島文理大学の阿波踊りのサークルでは、毎年4月に、徳島市で行われる、 花、春、フェスタの阿波踊りコンテストで連覇を達成するほどの実力であり、阿波踊りの有名連にも劣らぬ実力を持っている。連名は徳島分離大学連。徳島分離大学の学園祭は、徳島キャンパスでは山城祭、香川キャンパスでは安住祭と呼ばれ、毎年10月に行われている。徳島キャンパスのある位置が山城町であることから山城祭と呼ばれており、 3日間にわたり行われる徳島分離大学の同窓、新木会組織はアカンサス会と薬とも会がある。アカンサス会は大学が本部として組織しており、徳島県支部と香川県支部がある。薬とも会は徳島分離大学薬学部と香川薬学部の卒業生によって形成されている。徳島分離大学音楽学部にあるコンサートホール2000年に 学園創立110周年記念として徳島キャンパスに誕生した概要編集学園創立110周年記念で2000年オープン大型キャノピーを日本で初めて世界では4番目に設置演奏形態に応じて最適の音響効果を得ることができるシューボックス型のコンサートホール総合設計は紫正人が手掛けている このホールという名前は、学園階層である紫祭から取ったものである。主な施設、編集1階2階3階徳島キャンパス、編集アカンサスホール、香川キャンパス、編集香川キャンパス。ありがとうございます。